タウン町田 TV をご覧の皆様、お久しぶりです。蟹川圭介です。今日11月14日、ターミナルプラザミナミュージックパークにて、蟹川圭介初心者講習ボリューム4無事に終わりました。寒い中、たくさんの人が来てくれて本当に嬉しかったです。心は集まりました。ありがとうございました。今月は、11月18日に銀座、そして24にアピタナガツダ、28にまた同じくここの、ミーナ町田さん前ミュージックパーク、そして11月30日にですね、東京タワーの方で歌えますので、もしよろしければそちらの方にも足を運びください。寒い日が続きますが、お体など壊さず、よろしくお願いいたします。元気に、お会いできる日を楽しみにしています。それでは次会える時まで会えない時間を大切に。蟹川圭介でした。じゃあね。